よし。うわー、やばい。まあ、肩パンやって怪我した時は知ってほしいんだけど、僕はこういう道具使ってやるんですけど、唯一筋力が足りないところだと思います。なるほど。引き続き、はい、頑張ってお願いします。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 チャンネル登録もよろしくお願いします。贅沢やね。はい、本当。もういいんだよ。もういいんだよ。時給発生してます。全部あの福地ファイナンス。時給は僕から回しますんで。時給5万円なんでよろしくお願いします。コラボした人全員にお金貸してくださいって言って。お金貸してって回ってる。だってでも笑ってるけど顔ガチやもん。50万さ、あの取ってほしいけど、クソ悔しがってる。ガチな顔してたもん。で今回は前回の動画で言ったんですけど、福地ユートに壊れた手の直し方。福地ユートに壊れたっていう、壊された手の直し方。はい、で前回肩パンで怪我してるじゃないですか。はい、あの時も結構痛かったじゃないですか。はい、で後日病院行きましたよね。はい、行きました。それは何て言われたんでしょう。でひびが入ってる。でなんか普通に、はい、なんていうんですかね、右の親指がここひび、はい、入って、他のところも結構打撲とかなんかすごかったんです。はい、はい、で全身ももう何十箇所打撲とだった。バッキーやん。もうアウトデラックスの最終回、ここ包帯ぐるぐるでこう巻いて。そう、そうなんです、ね、僕 DM 来て、その後アウトデラックス楽しみにしていてくださいって。そしたら包帯ぐるぐる巻きなんですよ。なんか、だから、うん、なんか簡単に言えば壊されたんです。そう、俺が折れちゃったんだ。はいはい、折れちゃった。まあしょうがないですね。そう、で、まだ、あれ3ヶ月前。そうっすね。3ヶ月前ぐらいです。折って、普通、普通っすよ。1ヶ月から1ヶ月半あったら治るんですよ。って言われました、俺。ああ、そうやって。倍かかってるんですよ。治るって言われたんですけど、全然、なんか本当に痛みが全く引かなくて、でもまあ、ひび入ってるよって言われて、もう絶対今日はとりあえず飲酒とトレーニング。てかトレーニングはもう、ここ3週間、1ヶ月ぐらいやめてって、はいって言って、そのままジム行ってベンチプレスして。ということはやっぱ横川君が悪いな。普通できないから、普通ね。普通できないの、本当に。そしたらまだあるんで、ちょっとトレーナーやらせてもらってるんで、はい、仮に直そうかなと。ありがとうございます。じゃあ今日、あ、これか、これ今日で治んなかったらお金貸すってやつか。全然さ、お金好きだね。ここね、福地ファイナンスは。そうで、ちょっとどういう状態になってるかっていうのを見たいんですよ。はい、普通は骨って、まあ、くっつくんですよ。はい、ただ刺激与えてるとくっつかないっていうのがあるんですけど、あ、はい、ごめんなさい、さっきだったこれって痛いですか。今痛くないです。今これ骨触ってるのね。はいはい、で骨が痛かったら骨が痛いのよ。あ、今触った状態で。そう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 、痛いですか。痛くないです。痛くないですよね。でまあ親指のこの中指骨ってとこなんですけど、多分あの横骨だから、はい、こっちから押しても痛いですか。いや、痛くないです。これ視聴者の人、うん、まあ肩パンやって怪我した時は知ってほしいんだけど、怪我せえへんでない。あ、しないか。骨折れた時ってこっちから押しても痛いし、はい、逆から押しても痛いよね、響くんで、うん、でもないっすよね。にないっすね。全然ないっすよね。はい、痛くない。なんで多分骨の問題は今そんなないと思う。じゃあ何なんですか。なんで、でさっきこで、そしたらやんなきゃいけないことは、はい、これね、両手を比べる。こっちは悪い方じゃん、はい、こっちはいい方じゃん、はい、で左右を比べるんだけど、はい、何が違うかって、圧倒的にこっちの筋肉落ちちゃってる。落ちちゃってる、うん、はい、さっきもう話聞いて、握ってないですもんね。はい、痛いって、はいはい、だからこっちの方がプニョプニョなんですよ、うん、でこっちここあるんですよ。はいはい、これ僕の確かに、はい、確かに全然違う、まあ、ないですよ、はい、とあとここの筋肉落ちてるんで、骨の問題ってよりはここの周りの筋量が落ちた問題と かばって使ってない問題かな。なるほど。っていうのがあるですよね、今見てる感じが、はいはい、これで痛かったんですよね。痛かった、痛いですね。今これ痛いですか。こっち側だとちょっと痛いですね。で、ここですよね。はい、これと、これですよね。はい、痛いです。と、ここと、この3箇所、こっちと、はい、を多分取ってあげると徐々に良くなると。実際、セクショットやったじゃないですか。はいはい。の後どうでした。え、調子良かったんですけど、福地さんのこと殴ったらまた痛くなる。やっぱ、壊し上手よ。クラッシャー。クラッシャー、福地。ちょっともう一回やります、はい。え、でも楽でした、ちょっと。楽になりました。あ、良かったです。ってことはやっぱ骨じゃないかなっていう、うん、感じがします。今それ痛いですか。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。で、やり方は正直ここの
間のキング緩められて、はい、で痛み取れたらかばわないじゃないですか、はいはい、だからかばわないで使ってもらえればなるほどって感じなんですよ。僕はこういう道具使ってやるんですけど、これ痛いですよね。痛いです。ちょごめんなさい、痛いです。ちょっとさっきの動きしてほしいです。こっちに行く。そう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 、すげえ地味な動画だね本当に、さっきの腹地に投げられた時の痛みと全然違うですもん、どっちの方がいいですか。あっちの方が全然いいですやっぱりそりゃそうでしょ、地味な動画やなこれは。でも骨はくっついてるんですね。骨はマジ問題ないと思うんです。だってごめんなさい、これ痛いですか。大丈夫です。大丈夫ですよね、はい、折れてたらこれ痛いんで。ああ、じゃあもう、まあ、骨は骨じゃないと思うんですね、マジ。ショックマスターって治んちゃいます。ショックマスターはでも効くと思うね。うん、クソ痛いけど一緒に行きますよ。ショックマスターめちゃくちゃ痛い医療器具があるんですよ。へえー、マジで痛いっす。どういう痛みですか。簡単に言うと壊すんですよ体を。で壊して治す、再生させる、はい、ただ2日3日は安静しなきゃいけないんですよ。あ、絶対無理やん。厳しいな2日3日かあ、でもやったとこだけです。でも2日3日安静って言っても僕やってたんで大丈夫ですよ。殴ってたんでその後。この壊すっていうのはどういう壊すんですか。工事現場のドドドドドドみたいな機械ですか。 あ、はいはい、あれみたいの、ね、鉄球をすごい速いスピードで当てていくんですよ。ちっちゃい鉄球をこうダーッと。なるほど。ちょっとこれでこれさっきやってもらう、うん、だいぶ良くなった気がします。減る感じしますか、ね、はい、楽に動かせる。なんでちょっと、まあ、すごい地味な動画だけど、うん、骨じゃなくてもうここの筋肉の問題なんで、はい、と頑張ってこれやってあげてください、はい、あ、家で、まあ、はい、家でもいいし、なんか合間でもいいんで、はい、わかりました。はい、やると楽になると思います。なるほど、はい、いやマジ筋肉落ちてんで珍しく。ここはい、ね、多分見る、あ、でもそうですね、はい、唯一筋力が足りないところだと思う。なるほど使えてないからどんどん落ちちゃって。そうです、かばっちゃって。だからこれが痛いって言ったじゃないですか、はい、塗ってっていうのが痛いってしたんで、はい、唯一そこで弱くなっちゃったかな。で痛みがなければ使えるじゃないですか、はい、なんでここで緩めて痛み取ってあげて普通に使って戻していくっていうので。なるほど、横川くんの場合だったらいいと思います。一般人だともうちょっと食いますけど多分なるほどなるほど日常で戻したら早いと思うんで。わかりました、ちょっとやってみます、はい、っていう感じでやってみてください。はい、はい、っていう動画、はい、なるほど。じゃあ手は直せなかった。直った、直った治りましたいや、でもちょっと本当やってみてほしいです。はい、ありがとうございます、はい、やってみます、はい、もしあの肩パンで怪我をしたら僕のとこ来てください。誰もせえへんって肩パンせえへんってあの田畑に出しますんで、はいはい、なんでちょっとマジやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。っていう動画でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。